い、ふ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 い、これ踏み込んで、危ない。え、海岸どうやって行くのこれ。この海岸どうやって降りるんでしょうね。あの海岸に何か気配が。おお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 。ないですね、なんか海岸に通ずる道っていうか。コウモリが死んだ。もうなんかあそこに明かりがあるんですよね、あそこに。あの段差から降りんのかな。死ぬんじゃない、そしたら。降りれます、それ。今んとこそっくらいしか方法ないよね。やってみよう。変なとこで2000ソウル飛ばしたら嫌だな。これ、あ、これダメじゃないこれ。あ、いた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 。何してんの。ごめん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 。ここだね。で、ここから行くしかないね。あ、いや、ミスった。来た来た。やればなせばなるもんだね。ん、焚き火だけ。炙り町、え、焚き火だけか。やべえ、なんだこいつ。うっ、勝て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 。何こいつ。お、あ、魔法使いか。やべやべやべ。これ弱攻撃入れたらこいつ反撃してくる。おぉ、イクサバイ、なにこれ。え、こいつユニークキャラクターだったの、ラッキー。イクサバイ手に入れた。これ武器につけられるやつですね。なにこれ、かっこいい。え、色ついてる、しかも。ターミネーターのギンギンのやつね。ブーン。近接攻撃に使用できる小型のもの、ムチを除く。あー、小型かー。シミターとかにつくのかな。グラビタス、魔力かー。武器に戦技、はいはい。石の肌を持つ白王に由来する戦技。武器を地面に刺し、あ、さっきのやつだ。重力波を発生させダメージを与える。小型のもの、あー、小型剣か。小型のもの、あ、じゃあ俺鉄の爪につける。俺つけに行く。あ、上昇気流ん。なんか、なんすか、これウニですか、これ。いや、こんなとこにユニークキャラクターが隠れてるんですね。ちょ、カニか。ちっちゃいやつがいるとこには必ずでかいのがいる。だったらやれるぜ。
痛い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 。カニください、カニ鍋だ、カニ玉もうないかな。お、おーおー、なんかあったけについて、うわー、見つけちゃったよ、洞窟だよ、すげーなー。これね、おぼさん見つけてないと思いますよ、ここ見つけちゃったー、洞窟。これん？紫？え、なに？紫？おー！紫って色付きが結構レア武器、あ、宝の山みたいな。あれ、これって、これあの、チュートリアルの神殿じゃないですか？これ。そうだよ、これチュートリアルの神殿ですよ。勉強の祠だ。へぇー。俺だって、やれるってとこ見せてやる。ちなみに俺、どんくらい？38か。まあ、ネモちゃん多分37くらいでやってんじゃないのかな。あ、でも同じくらいか、じゃあ。ネモさんにやれるんだったら俺だってやれるぜ。はぁ！勝負勝負！おおおお、やべえやべえやべえ、ん？おお、なるほど、だったらやれるぜ。この羽の感じさ、ワープさせられたとこにいた時のやつだよ。弱点どこなんだこれ、足か。頭を狙おう、ロック外した方がいいな。はっ、うわっ、なに、何をするんだ。まずい、うわー、お、か、痛くねえ、まずい、うわ、おお、だだだだだ、まずアグロがやまずい、休ませなきゃ。え、なにここ、アグロ休んでいいぞ、アグロもう一回行くぞ。なんか秘密の洞窟見つけましたね。やれるぜ。へっしょを狙うんだ、へっしょ。うわ、待って、これね、水平蹴りでアグロばっかりダメージ受けてんだよね。ヤッホー、まずいよアグロ。やれるか俺、やばい、あいつ怖いよ、めっちゃ怖い、アグロ、まずいまずいまずい、あー、ぶねー、もっと小さくクイックに。おら、うっ、ヒュッ、あぐらー、何それ、トンボいらない、やばいやばいやばい、
やべえ、アグロいなくなっちゃった。これどうすんだこれ。あ、ここいいな。カニがいる。ちょっと待って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 、すごっ、怒りすぎ。お前冷静になった方がいいよ。カニ横にしか歩けないくせにさ、生意気よ。まずカニからやんなきゃいけないの俺。いただぞ。マジかよ。待って、いや赤しずくの聖杯、いやもったいないです、もったいないよそれ。一回先生に、ああ違うんだよあれ、あそこに行って回復しなきゃダメなのか。その赤なんとかって俺何個持ってんのよ。一回お預けだ。てかカニ何匹いんのよここ。めっちゃ食べてんな、カニさん。ドラゴンはあれ後だ。ん？俺、鉱山？え？あ、ここにも鉱山があるんだ。へえ。後だドラゴンは。やってらんねえあれ。アグロ問題があるからな。あれ？ここ来たことある？ないね。やったぜ。あ、これで俺剣を6にできる。やったぜ。ネモさんの配信見てたけど、ネモさんね、ミスってるね。袋から取れるの取らないで殺してたね。え、なんか。危ない。そう、こいつ袋持ちのやつがいまして。気づかれちゃった。盗めるんですよこいつ後ろから。めっちゃ見てるこれ。あー、すいません。え、さらに危ない。取りたいんだけどな。帰って。いない。なんでもないよ。帰んねえのかよ。帰ってくれよ。もったいねえ。あ、帰って。ギリギリ見える？見えるね。後ろ開けて。もったいない、コウスケもったいないよ、オタク。コウスケ1じゃないんだよね、2が欲しいんですよね。こいつね、後ろから。あ、取れない。あ、取れるんですよ、これ。うわ、めんどくせ。はいはい、分かった。お前、取れないの後ろから。もう、戦闘モードになると取れないんだよ。もったいない。
危ない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 、やばいや、毒ネズミだ、まずい、いでででで、ちょっと落ち着いてくださいよ、あなたたち。いでででで、いやー、もう、あー、ミスった。戻る戻る戻っちゃう感じ。オッケーオッケー、冷静になった冷静になった。帰って森へ、お帰り。どういう生き方なのそれ。あいつ引っかかったんじゃないあれ。あーやめて。あ、なるほど、縦軸だけ合ってんだな。あれ本当は上なんですけどね。ください。あ、取れないのかこれ。結局しょうがねえんだ。さらに地下もあったね。なになに、なになに、探石1か。2が欲しいな。2があったら大幸せになるんだけどな。さらに地下行こう、きっとあるはず。そしたらもうね、私の日本刀完全完成で、これ以上鍛えられない状態になりますね。一本完成したことになります。あとは肉体を鍛えるのみ。なんかすげえ貴重そうな袋持ってるやつとかもいるんだよな。犬か。ウニフィー、武士ならばちゃんと戦う相手に名乗ってから戦いなさい。あー取れねえ、やっちゃった、ミスった。こいつ袋が取れたのに。やだ、名乗る相手も選びますよ。釣り機の前、まず釣り橋、まずい。あ、やらかしたー、くそうぜー、ミスった。硬いのとフットワークが速いのは、まあいいや、これでまた取れるから。あ、そこの取ってるだけだった俺。ちょスタブ入れさせて。おい、スタブ、おい、よくわからんの、ごめんなさい。ネモさん間違ってなかった、俺壁にあるやつを剥ぎ取ってただけだ。え、俺、私こっちでしたっけ、来たの。あれ、危ない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 、回り込んで。危ない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 
あれ？俺が犬にやられたとこどこ？あれ？社がありましたよね、さっき。あれ？あれ、こっちだっけ？やばい、だいぶ疲れてきてんだ、俺。2階エレベーター降りてるから、ここか。え？なんか今なんかありませんでした、奥さん。なんか奥さんありませんでした？誰か足場で置いただけ？これ。あ、はいはい。ん？なんかアイテム？アイテム？アイテム？なんかアイテムない？アイテムだ。黄金塗る。やったぜ。お、石だ、しかも。なにこれ、猛食の探石。猛食の探石って何なんでしょうね。もし、危ない危ない危ない。好きな鉱石に変えられるとか？こうさ、こうソウルシリーズとかでバグってるみたいな配置あるか恐ろしいな。あれー、どこだ？知らないぞ、ここボスだぞ。これボスだぞ。地下のボスだぞ。俺のソウルどこだ？もう一箇所これ降りれるぞ。皆殺しにするぞ。これは一回下がっちゃったらもう。うそーん。で、レバーはレバー。うわー。これエレベーター戻っちゃったらもうダメなんだよ、これ。まあ、460ソウルか。まあ、1000ソウルくらいでしょ、落としたの。行くぜ。何だったんだろう。あと1個なんだよね。こんにちは。ボスなんですよね。わかります。ゴブリン使ってやりたいとこだけど。ゴブリン使っちゃおうかな、これ。やろうぜ。いや、正々堂々。あ、なんだ、君か。だったらやれるぜ。ほい。だったらやれるぜ。あ、見せた。だったらやれるぞ。方向のメダリオン、この後すぐ、メダリオンですね、これね。こいつはもう、これ最初に来るとこかもね。メダリオンだ。なにこれ。方向とブレスを強化する。へぇー。叫ぶ巨人を、司ったなのかな？はいはい。これ、ふんふん。
方向っていうスキルありましたね。方向とブレスを強化する。面白いですね。あ、もちろん。これ装備したら多分戦技が強くなるんでしょうね。帰るぞ。ただいま。余裕だぜ。こいつね、あ、ぶね、今のやつね、あれボスじゃない。鉱石苦手に入ったら私嬉しいんだけどね。ミスった。危ない。今見た、なんか途中に抜けてるとこあって、見た？秘密の穴あったよ。俺み、オイラ見逃さないよ。ほら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 。見ました、奥さん。オイラ見逃さないよ。ほら。すごくない？なんというゲームなんだこれは。黄金のルーン4。ちょっとバグってますよね。バグってる感が素敵ですね。これどうやって降りるのこれ。森川2号、おはよう。おはようございます。これ下に来るんだよ、俺。オイラ見逃さないよ。おはようございます。ウニフィー、エルデンリングってゲームですよ。そうですね。そうでした。あ、ゴーストワイヤーではない。ニオでもない。エルデンリング、素敵ですね。解釈。ネズミ来なさい。この社どこだった？解釈。あ、見た。92ソウルか。やってられないね。え、オイラが殺されたとこどこ？え？社があったと思うんだけどね。ん？あれ？今奥さん中2階なかった今。え？奥さん今中2階ありませんでした？あ、これ社だ。
ミスだ。ワンコやろうぜ。解釈。これすげえな。まずは確実、安全を確実に解釈。1か2が欲しいんですよ。胆石の2、残念である、なかった。中2回があったな。オイラ見逃さないよ。ちょ見てみましょう。これさっき行ったとこか。取った取った。あれはでしょ、解放したでしょ。ドラゴンか。ドラゴンか。ちょっと4000ソウルもったいねえな。手早くちゃちゃっと4000ソウル稼げるとこないかな。こいつは300ソウルとかだからな。足りないんだよな。痛い。やりますね。痛い。ひどいですね。自分ひどいですよ。が反撃できない技もあるんだね。さよなら。どう、もったいなくない？もったいないね。ドラゴンね。あれ、ルーン結構手、あ、いた。ビッグバックかか。いくつ？もうちょっとだね。2000ソウルか。こぼしがないか。ちょっとこっち側行ってみよう。東側ちょっと行きつつ、ソウルちょっとちまちまつつきましょう。はいよー、イーグル。あ、待って、ここ行けますよ。これソウル行きますよ。俺こうなってんのか。あ、橋がある。うわー、未開の地だ、あそこ。うわーわ、未知だ。橋がありますね、ここ。え、違う。あれがある。祝福がある。あれ、お、レアアイテム発見。
やったぜ。いたいたいた。優しくして。この箱わかるべからず。渡ります。かがり火がありましたね、どっかに。光ってたよ。ほら。これ知らない、俺。おーおほう。これ未開の地だ。こっから。上昇気流だ。変なとこにかかり火あんな。ウミフィー、このまま遊んで夜大丈夫なの？あ、そっかそっか、いかんいかんいかん。あ、ちゃんと休みます。そうだそうだそうだ。ていうかやることあるだろう。あ、いけた。もう少ししたら休みます。あと30分で蹴ります。こっちから。ゴリ。ああ、橋から来れたんですね。あ、ちなみにネモさんが1時からエルデンギニクやりますんで、よろしくお願いします。バカです。我々、バカです。あれ、ここって、あれ、来なかった、ここ。いや、来てないね。あ、下気になりますね。いい。守ってますね。この野郎。あれ、この橋はあれか。やばくない？あれ、この橋はあれか、ダークナイト先輩がいたところか。はい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 。じゃあ、あそこ調べた方がいいね。なんだろうね、ここね。やばい、俺だいぶヘロヘロになってますね。面白くってやめられねえ。嫌な予感がしますね。ん？何の音だい？クラゲ？うわ、気持ち悪い。なんだここ。あー、ドラゴンの池に続く川があるのか。あー、避けて。何これ。あー、おお、
何か見つけちゃいましたよこれ。霊狼じゃないのこれ。うわー見つけちゃった今日霊狼三つ目これ。霊狼ですわー。あるかがり火。ありがとうございます。いいよ。いいよ。いやでもねソウルが。2000ソウルか。じゃ、ロスト嫌だな。あと2000ソウルなのよね。骸骨剣士だったら帰る。え？この猫の像見覚えが。またお前これ同じだわ。多分これ猫の像だボス。ほらほら、あの、キモい、なんか、一瞬モーションがバグったんじゃないかって思う、キモ猫だわ。なんで裏取られてんだ、これ。いやー、ゴミみたいなソウルだなー。いやーこんな奴ら倒したってソウルたまりません。なになになにこれ。たまりませんよこんなの。ラスト人まずい。やばい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 、このソウル失ったら、やばい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 、高さを使ってこの野郎。あー間違えたー、もう敵全部復活してる。やばいやばいやばい、緊張しちゃあかんよ。ちょっと当てる時間じゃない。君たちやべ、俺が相性悪いタイプだこれ。1500ソウルくらいくれない？全然ダメージでね。馬上だと出血判定なくなるのかもね。おーい、なんか。骸骨だよー。よっ、やっほー。お、クマだ、クベアだ、ベア惜しい。ファークライだ、ファークライ。太い骨、おー
おお。おお。でかい。おお、うんち。これどっちの世界？おお、やばいやばい、これ新世界だ。広いねー。これやばい、未知ですよ。ここってさ、槍投げてきたやつと違うの？あそこ墓あるな。あれルーンじゃないか。ルーンだね。これでレベル上げられるぜ。ルーンだね、ありがたいね。結局さ、墓場にルーンがあるってことは、これやっぱりソウルなんじゃないの？ん？ファリスの製法書。そういえば製法書読んでなかったな。眠り壺、聖水壺、あとなんか情報的な。これが、ファリスの製法書、眠り壺。はいはいはい。うんうんうん。ひも付き火油、公園の干し肝。あ、嵐羽の骨や。へえ。何これ、武器。あ、これね。あー、なるほど。これを持ってると祝福で戦技をつけられるようになるのね。違う？祝福でって書いてあるもんね。あー、やっと理解した。なるほど。やばい、どんどん行きたくなっちゃうけど。うわ、広いなー。うわー、あ、でかいやつがいる。あ、十分十分。ちょっと最後の霊狼攻め行くか。これか。でもなんかここまで来たら、なんかあれが俺の野生の勘、祝福がありそうな気がするんだけどな。最近こう祝福のビームが見えないですね。
よー。あー。お。危ない危ない危ない。よっ、うん、お、間に合わねえ間に合わねえ。よっしゃ、よっ、よっ、うい、うー、グロ、うい、うい、危ねえよ、そんな地釣りあるんだ。危ねえ危ねえ危ねえ。ちょっとダッシュダッシュダッシュ。危ねえなこいつ。うい、あいて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 、危ねえ。でもまあ相手にできるようになってきましたね。初めての一番ソウルだこれ。今も持ちソウル、やべえ。ほらほら、あったかがり火、わかるんですよ私には。調子に乗ってみると、なにこれ、なにこれ、霊薬の聖杯瓶、霊薬の聖杯瓶、狭間の地の各所で自分がプレイしてるスイッチのエルデンリングと少し様式が違う様ですね。それ多分ブレスオブザエルデンリングじゃないの、それ違うの。なにこれ、狭間の地の各所、小金樹のふもとなどでは結晶しずくなどと呼ばれるアイテムが手にできる。結晶しずくは霊薬の礼拝の2つに配合でき、霊薬効果をカスタマイズできる。配合は祝福で行う。なんだろうね、そうそう、混ぜる、混ぜボンができるよって言ってて、猫耳だったぞ今。ありがとうございます。地図がないのよね。レベル上げちゃうよ。立派になったね。霊薬の配合、何これ、なくなっちゃうの。2つの結晶を配合できる。あ、なくなっちゃうよ。あ、ダメージカット。あれやが、すごいすごい。進行なんかいらないね。外せるの？ちょ、1分の1だから違うのか。ダメージ配合、カット。最大 HP の半分回復する。これ逆に減ってるからな。ダメですよ。逆に減ってるわ。リジェネ。どういうこと？混ざってんのすごくない？ほんと？混ざってんのこれ。ダメージか、え、ほんとかい？そんなんどこで確認できるんだい？書いてないよ。ほんとかい？本当かい？使っていっちゃうよ。地図のない世界。たまには円卓に戻んないとね、誰がいるかもわかんねえ。てか、モーア城のあの首相は一体どこに行ったんだ？よっしゃ、攻略行くぞー。石像のフリしてたのか。痛い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 。やだだだだだだだ。ありがとうございました。
納得がいきません。石像のふりしてんのか、見逃して。装備の中には呪いがかかってて外せなくなるやつもあるから注意な。危ない、上から来たな。何クエって言うんすかそれ。おいら聞いたこと、俺聞いたことないね。結局裏取られてたんだよな、どっかにいるってことよ。なんかスイッチ、やっぱりスイッチだこれ。危ない危ない危ない、さすが俺勘で気づいたわ。あれスイッチですわ。いて、生意気だよ。3発かかんのか。寝油、あ、もうスイッチだ。早い。あ、今回パターン違いますね。脅かすんじゃないよ。もうボスっすか。緊張するな。虎猫、おじさんになると枕につくあのね油ですよ。行きますよ。本当に効果があるのかい。お、ワンちゃん呼んじゃう？ザコはいないな。タイマンだったら、だったらやれるぜ。範囲警戒？下手にインファイトしたいぞ。うん。3、4、伸びる？伸びる？ 4 回か。2、3、4。まだあんの？違う、パターンが違う、さっきと。うい、これ狙えるな、これ狙える。うい、に、違う、パターンが違う。危ねえ危ねえ危ねえ。うん、危ない。ひゅっ、うん、いい使いって。なにこれ、新しいパターン、あ、戦技だ。うい、うい、うい、3で終わるときもあんのか。これ美味しい。うわい、ふ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 い、これ踏み込んで、危ない、危ない。舐めちゃダメよ相手。うぅ、ふい、ふい、あ、もらった。使ってみるかこれ、ボック。ダメージ半分カットって、ほんと？ふい、やって、やれるぜ。これをかわし、かわし、やれるぜ。お疲れ様でした。シッチゲージの、イングバル。シッチ騎士のイングバル。ああ、もう最初に犬使わないともうダメなんだな。
FP が少なすぎて呼び出せないみたいね。湿地騎士のイングバル。これ？ああ。FP100。ちょうどだね。ちょうどですね。FP は私100でしょう。私の、あ、全然足りない。イングバル呼び出せません、私。あ、ルーテルも俺、FP が足りないんだ。コボスみたいなの結構倒しましたね。3体倒しましたね。こっちの川下って、まあ、ドラゴンの方か。次こそドラゴンだな、ね。